c チ重兵隊の待シ c チ重兵隊はかつてウクライナに存在した軍事組織 c チ射撃隊と訳されることもある c チとはウクライナ人が心の拠り所としていたザポロージエコサックの根拠地のことであり一方重兵隊は中世の東欧で組織されていた鉄砲隊に用いられていた名称であった c チ重兵隊という組織は 旧来ザポロージエコサックに存在した軍事組織の名称であった。この名称を持つ最初の近代的軍隊は1914年にオーストリアハンガリー帝国領であったハルイチナーで結成されたウクライナ市一重兵隊であった。1917年にこの組織がオーストリアハンガリー帝国軍から離脱してキエフに移動、ハンボリシェビキの立場から ウクライナ中央ラーダの軍隊に加わり、その主力として活動した。ウクライナ C 一重兵隊は、反民武装警察としての機能も持つ一方、オーストリア式の高度な戦闘技能を身につけた精鋭部隊であった。ウクライナ内戦では、どの赤軍、白軍等度の軍隊も一般に連度が低く、戦術も稚拙なものであったが、その中で C 一重兵隊は、 特に有力な軍隊であると言えた。イェブヘーンコノバーレチ大佐ウクライナ中央ラーダの元では、ウクライナ人民共和国の軍事を司さどったシモン、ペトリューラと、イェブヘーンコノバーレチ大佐により8600人の構成員を抱える軍隊として、c 1 1兵隊が整備された。このバーレチに率いられた c 1 1兵隊はウクライナ人民共和国軍の精鋭部隊として前線に立ち、 赤軍や白軍と戦った。1919年に解散された後、市チ重兵隊の残党の一部はポーランドへ亡命し、残る多くは、反革命、反ボリシェビキの白軍へ合流した。1920年に、チェコスロバキアのプラハで亡命ウクライナ人によって、結成された反ポーランド組織ウクライナ軍事組織は、このバーレチが、隊長として、 死一獣兵隊の残党を引き連れて参加した。1929年には学生組織と合同して新たにウクライナ民族主義者組織が結成され、この場列はその長となった。オーンは後にウクライナ放棄軍となり、ソ連やポーランド、ドイツへのパルチザン活動を行った。ありがとうございます。